式会社 PMP。 お疲れ様です。社長、ワールドカップ2022年残念でしたね。まさかの PK で。 PK お疲れ様でした。あ、それはそれとして、なんかね、ちょっと変な噂聞いたんですよ。なんかお酒飲みすぎの十条店がココイチみたいなことやってるよって言って。あ、ここにあるんですけど、チーズとスパイスと私と、はい、いう商品を入れましたんで、12種類のカレーが。なるほど。12月1日から十条店、12月3日が大山、大山店で、12月9日に塚田店でちょっと開始する予定と、いうカレーを販売しだしたと、テイクアウトとウーバーとか出前館とか合わせて販売して、あとお店で食べれますよと、はい、で出したのもいいものも、はい、塚田はあんまり近隣に飲食店ないんでまだいいんですけど、はい、十条大山は近隣にカレー屋さんがあるはずなんで、特に十条のね、十条カレー戦争みたいな、ああ、なんかカレーワングランプリみたいなやってるでしょ。どこの店がカレーが一番美味しいか、ああ、みたいなやってる。何年もやってる。なるほど。なので、ちょっと同じような商品出しちゃうんで、ごめんなさいというように押しに行こうかな。よろしくね。商店街なんで、はい、近所付き合いも大事かなと思って。っていうところで、情報公開をこっちしていこうと。はい。ちょっと調べ、カレー屋調べたんで。わかりました。そこ、PR 含め、はい、カレー出しちゃったんですけど、すみませんみたいな。流れ行こうかなと。はい、でなんか売れ筋はグリル野菜のカンベールチーズカレーとアスパラベーコン、ゴルゴンゾーラじゃないですか。そう、チーズカレー、これがなんか売れ筋で人気あるみたいな。その2つが、あと、はい、あとなんかこのトマトモッツァレラチーズ、ドライチーズカレー、キーマカレー、はい、これもう売れてるみたいな。だ個人的には焼肉とかが好きだけど、はい、なんか女性この縦かな、一列特に人気があるみたいな。なんかうちもなんかチーズと野菜とかなんで、女性受けがいいのかな。でも実際食べるの男性ばっかなんですよ。っていうような商品の売れ筋っていうことが、はいはい、M と L で100円だけ違うんで。了解です。はい。っていうところでちょっと、なるほど、行こうかな。わかりました。はい。了解です。じゃあ1軒目は、はい、まあ、私たちのお酒の美術館十条店の目の前にある、はい、目の前にあるニュージュンタラさん。インド料理で、ここはやっぱり出すと気になってて、はい、目の前にカレー屋さんがあるのに出していいのかとかあったんだけど、インドカレーと日本のカレーはちょっと違うんで、まあ、根本的に違いますよね。出すことにも影響ないだろうと思って出しました、はい、でここの従業員はうちの店で飲みに来てくれるのをするので非常に仲良くしていただいてるということなので、はい、非常にここはちょっと力を入れて。なるほどね。はい、なんかランチが安いのか。そうなんですよね、ここランチがコスパがいいっていうことですね。確か750円かなんかで、あ、で、なんかここにセカンドメニューも結構あるんだね、サイドメニュー。そうなんですよね。だからここがね、チヂミとかそういうのもあるらしいんですよ。エビチリとかね、日本人に合わせてくれてて。僕、これ気になるね、うちの本日のウイスキーブランデーみたいな感じだよね。本日のスープ、本日のスープね、うん、うちも本日のウイスキーブランデーやってるんで。そうですね。あとこれだよね、なんか有名なのチーズナン、女性に大人気な、はい、なんかすごいでかいでしょ、なんかテニスラケットぐらい大きいとか、おそらく、おそらく卓球のラケットじゃないんじゃない、卓球のラケットがちっちゃいね、ちっちゃいかもしれない。であとなんかここにも載ってないサイドメニューでも有名なのは、はい、野菜パコだ、550円、うん、インドの天ぷらっていうイメージ、ひよこ豆ってあるじゃないですか、はい、それの粉を使うんで、これグリテンスになる。はい、小麦がダメな人とかね、人気がある。学生もよく人気あるかな、学生セットとかもあるんで。そうですね、うん、やっぱりこう学生通りなんで、はい、中通りしようっていうようなお店なんで、はい、一応商材はかぶってないけどカレーってところではちょっと一応ね、新しいカレーを入れてしまって申し訳ないと。あ、はい、新しいカレー入れたんですけど商材としてはかぶってないと思うんで今後もよろしくお願いします。よー、ありがとうございます。じゃあ次、はい、行きましょう。次は、はい、注目です。ここどこですか、はい、タイムさん、はい、中通り商店街ちょっと路地入ったところのタイムさん、ここはね、なんかね、はい、コンクリートでカレーが売りなのかな、昔ながらのカレー屋みたいな、はい、らしいんですけど、はいはいはい、なんか、なんだっけ、トッピングが
普通にらっきょうと福神漬けと、うん、チーズがついてるらしいんですよ、うん、そうトッピングにね。トッピングに、うん、結構これは十条で昔からあるカレー屋さんですね。じゃあヤンキーとかって感じ？そういう感じじゃないですよ。あ、そうじゃない、はい、金額もコスパがいい感じなんでしょ。そうなんですよ、700いくらとかそういう感じで収まってるところであるんですよね。で味もね結構13ぐらいのスパイスの前後を使ってカレーをやってるんで家庭の味と思いきや実はちゃんとベースはインド系のものを使ってると。あとボリュームも結構あるんで学生さんとかにはねすごくいい感じですよ、ね。トッピングのチーズってところは被ってしまうんだね。多少かぶりますよね、それはね。じゃあちょっと謝ってこう。はい。ちょっと新参者で申し訳ないですけど、今後細々とカレー売らせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ここからが行った今まで行ったそうなんですよ。こっちが前に行った離れがあるこっちが富士見銀座。富士見銀座です。十条銀座商店街抜けたところにある。そうですそうです。え、十条駅からまあ。歩いて5分ぐらいですね。そろそろですかね。そうですね、この富士見銀座からこう歩いてきて最後の方ですね。ここに明かり富士っていうここです。キラテっていうところの隣、この明かり富士ここなんですよ。あれなんかこれ結構人気店なんじゃない。人気店ですよ。カレーのイベントが十条でカレー戦争ってやってるんですけど、何年も上位に食い込むぐらいの。見てください、これインド料理、ネパール料理、タイ料理のパスタ、よりどりみどりですよ。結構ね味が整ってるんですよ、全てにおいて。かなり日本人を意識して作られてるなと思って。だって名前が富士っていうぐらいですね。そう、ここはねやっぱ一回来てみるべきですね、店主さんは日本語ベラベラです。イケメンなんで若い子にも人気あるっていう。ビールはちょっと値上げしちゃったのかな、手書き感があるの。そうですね、ちょっと値上げしたのかもしれない。まあ、テレビにも出るような人気店ですね。そうですね。じゃあここもね、ライバルとしても、まあ、ライバル、まあ、ライバルっていうか全然おこがましいんですけどね、まあ、うちのカレーも食べに来ていただけるので、よろしくお願いします。ありがとうございます。あー寒い。寒かったです。いや、はい、お疲れ様です。あ、カレー回ってきて、ね、はい、あ、これ例のやつ、はい、12月1日が十条店、12月3日から大山店、12月9日から船橋塚田店で、はい、導入予定のチーズとスパイスと私、チーズとスパイスと私、12種類あるので、はい、いろいろなのを味わっていただければなと。12種類、はい、分かりました。でさらに店内でお召し上がりの方にはプラス100円でソフトドリンク1杯無料、あ、1杯サービス、通常500円のソフトドリンクは100円、あとプラス200円で本日のウイスキーブランデー、通常500円のがプラス200円で飲めますので、ご利用いただければなと。分かりました。ワールドカップは残念に残念でしょ。12月はお酒だけでなくて、はい、カレーの方でも盛り上げていきたいと思います。分かりました。ぜひご利用いただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はあっちの方に走んなくてもいいですか。大丈夫です。はい、お疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。会社 PMP